添田押し蝉棒、添田押し蝉棒から1944年2月8日は明治、大正期に活躍した演歌詞の草明け。押しと蝉が東洋漢字でないことから添田蝉あ棒と表記されることもある。本名、平吉、郷は自らを歌を歌う押し師の蝉と称したところから由来。神奈川県の大磯の農家の出で四男。 かずめの三番目の子として生まれる。おじが、帰船の機関士をしていた関係で、海軍兵学校を志願して上京したが、受験勉強中に、浅草の小屋係芝居を除いたのがきっかけで、その世界にのめり込む。海軍兵学校には入学せず、帰船の先客防衛になり、二年で挫折。以後、横須賀で、肘肩妊婦、石炭の積み込みなどの仕事に従事していたが、 1890年、創施設と出会う。当時は、政府が、廃藩地検、地祖改正、学生、徴兵令、植産工業などの政策を実行している最中で、自由民権運動も盛んな時代であり、おっぺけぺで有名な川上乙次郎らの創始芝居も、この時代のものである。押しせみ棒は、最初の演歌と言われる、ダイナマイト説を出した青年クラブからその歌本を、 取り寄せて売り歩いたが、後政治的な興奮が冷めていくと、政治批判ではない純粋な演歌を目指して、自身が演歌の歌詞を書くようになる。押し蝉棒が最初に書いたと言われているものは、壇の裏、白虎体、西洋熱などで、1892年の作である。これ以降、ちょいと寝説、真っ黒系説、のんき説、原骨説、着来説、新法解説、 新トンヤレ武士と続く。1930年に生活戦線以上ありで引退するまでに182曲を残したという。著作において街角で読売りによる創始説、法解説と共歌本を売っていた者に演歌詞という呼び方を多く用い、演歌とは演説の歌だと説いた。1901年に結婚し、本所万場町に今日構えた。 翌年長男の添田智道が生まれ、この年に東海京風弾を起こす。この頃、友人と始めた26新報がうまくいかず、茅ヶ崎に引っ込むが、渋井のばあさんと呼ばれていた知り合いの流し演歌師に頼まれて作ったラッパ説が1905年末から翌年にかけて大流行する。高徳周水、堺井彦らとも交流を持つ。こうしたことがきっかけで、 坂井俊彦に依頼を受け、ラッパ説の改作である、社会党ラッパ説を作し、1906年には、日本社会党の結成と、共に、その評議員になるなどし、その演歌は、社会主義伝道のための手段になる。しかしこうした歌は、取締りの対象となったため、風俗を歌った、紫節を作った。1910年、妻の竹が27歳で死去した。 おしせみぼうは悲嘆して、ともみちの妹はたけに養子にやられることになった。やがて、おしせみぼうは、当時の有名な貧民窟であった、下山節町に今日定めた。なおここは、一軒が四畳半一軒、それが十二軒ずつ四棟、計四十八軒並んでいたので、いろはながやと呼ばれていた。おしせみぼうは、その後、全国案業をしながら、くず屋の二階に居候し、そこで死去した。 浅草、浅草寺の弁天堂主廊下に、添田押蝉せ坊の石踏みが、添田友道筆塚と共にある。押蝉せ坊流世紀浅草定流期空襲化、日記演歌の明治大正史日本春夏光別館、流行歌、明治大正史、押しせ坊流世紀には、長男、友道の書いた押蝉せ坊のその後の様子を伝える、著作が含まれている。 浅草亭隆起は川端康成が浅草暮れない団で引用した。日本春夏港は大島渚の同盟の映画の下敷きになったものだが、本の内容は春夏の収集と考察について書かれたものであり、これがそのまま映画になったのではない。2008年に隆盛期の英語版が出版された。しぐれ音は変著、図を法版日本歌謡集、明治、大正。 昭和の流行歌現代教養文庫。1971年。P20。添ダオシセミボう。大磯町ホームページ。2015年4月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年11月15日閲覧。A.B. 倉田義弘。近代歌謡の奇跡山川出版社。2002年。A.Life Adrift。添え倒しせ ポピュラーソングモダンマスカルチャーインジャパンソエダ、アゼンボ、マイケル・ルイス、ラウトレッジ、2008年11月21日。ありがとうございます。